カーの力が現実世界で、これでもう誰にも否定した私の現実が最高だ。ほらお前も出してみろよ自分。なんだまだできないのか。そうだ忘れてたよ、なんで出て行ってしまったんだ。何のことかわからない。この気持ちに私も気づいてなかったんだ。こうすりゃちょっとくらい身にしみるだろ。ああダメだな、そんなんじゃお前やっぱり失格だよ。でももういいんだ、これからだ。うわぁ君がすごいだろ。アバターを彼のアバターを盗んだ犯人は、いや何のために彼に成り代わろうとするの。成り代わる？何のことだ。だってもう俺がお前なんだぞ。俺がお前だ。俺こそがお前なんだ。君のデジモンが、やれば力ずくで取り返してみろよ。できるもんならさ。リュウジ。下がって。どっちが本物かなぜわかる。なんでお前たちはいつも俺たちの邪魔をするんだ。どけよ。そこに立つのはお前じゃ。消えるのはお前だ。なんだそれ、そんなんで戦えるのか。キーキーうるせんだよ三下。いいからさっさとかかってこい。違う三下か、思い知らせてやるよ。いいぞやれアルカディモ。デジモンを吸収しただと。なぜ逃がした。バカ野郎が。甘えにも報道があるぞ。エリカが待ってる。待っちゃいないさ。あいつは行ってしまうんだ。俺も誰も待たず。俺はもう疲れた。エリカの兄でいることに。だが千歳をあんな風にさ、エデンにいるハッカーを。リュウジ。何も言わなくてもいいよ。ワームもお兄ちゃんが言ったことも全部ね。
か。いいの、もう分かっていたことだから。私がやることは、君はお兄ちゃんを止めて。ハッカー狩りなんてしたら、ウーディエがエデンにいられて。エリカ、リュウジと話をしなきゃダメだよ。千歳を救うのも大事だけど、それはあんたには隠せないね、ワームも。そうだよ、これはただの逃げ。でも、もう逃げない。次、あんたは彼についていてあげて。もうすぐ。待ってて、お兄ちゃん。私は消えない。